マハーシ・サヤドウは、ミャンマーの僧侶で、神座部仏教大長老である。なお、マハーシというのは、下術するように、彼がかつて指導を行っていた、マハーシ僧院のことであり、サヤドウ、サヤドウ、セヤドウ、サヤドウ等ともとは、ミャンマー仏教で一般的に用いられる長老を意味する尊称。すなわち、マハーシ・サヤドウという名は、 マハーシソーインの長老といった程度の意味の通称であり、彼の僧名そのものはソーバ花である。マハーシ長老とも呼ばれる。瞑想指導者として、欧米やアジアのビパッサナー瞑想に多大な影響を与えた。彼の瞑想法では、呼吸の際に腹部の膨らみと凹みの感覚に意識を集中し、その他の感覚や思考にも注意を促しながら丁寧に観察を行う。 修行しやすくするために、瞑想中のサティを言語で確認するラベリングが彼の、考案した瞑想法の最大の特徴である。1904年に、ミャンマー北部、シュエボーの西にあるセイクン村で、古作農民の両親のもとに生まれる。村の僧院で6歳から教育を受け始め、12歳で、シャミになり、ソーバ花の創名を与えられる。 1923年11月26日、20歳で正式に陸となると、4年のうちに政府が実施していたパーリゴ教典の全参加点を終了した。その後、マンダレーに赴いて巧妙な長老らに高度な教育を受けた後、同教の層に教育の支援を壊れて、ミャンマー南部モーラミアインの総院へ赴もむく。そこで彼は総院で教育を行うから、 かねてより関心を抱いていたパーリ五経典、共造中部の年どころ協の四年どころの研究を進めた。1931年にはモーラミアインでの文献指導から退き、近郊のタトンにて巧妙なウナーラダ長老の下で集中的にビパッサナー瞑想の修行をした。ウナーラダ長老の指示で北部ミャンマーの人里離れたサンガインヒルにて 荒タヤサヤド道と弟子で森林瞑想指導者として名高いセロンサヤド道の指導のもと修行を行う。1938年に4ヶ月ほど故郷に滞在した際には3人の弟子に初めてビッパッサナー、瞑想を指導し交換職をつかむ。その後、高齢の長老が重篤になったモーラミアインの僧院に再び戻り支援する。1941年には 南韓のジョーザブ仏教文献の国家試験を通過し、ダンマーチャリアの学位を得る。日本軍のビルマ進行を目前にして、モーラミアインを離れ、故郷に戻ると、マハーシ総員にて4年初ビパッサナー瞑想の指導を行う。戦火を免れた総員は、多くの弟子が集まり繁栄する。彼のマハーシサヤ道の通称も、ここに由来する。また、弟子たちに壊れて、 ビパッサナー瞑想の理論と実践を解説した著作もこの時期に書いている。彼の名声は広まり、1947年、当時のミャンマー首相ウーヌがヤンゴンに新しく設立された瞑想センターの常任指導者に彼を招聘する。1954年5月17日に行われた第6回総会参画では彼は質問者と最終編集者を務めた。その後、 ミャンマー全域だけでなく、スリランカ、インドネシア、タイの瞑想センター設立のために助力し、1972年までに70万人を超える瞑想者を養成した。1979年に、ビパッサナー瞑想を広めるために、欧米に赴き、マサチューセッツ州バリーに洞察瞑想協会を設立し、ヤンゴンの彼の瞑想センターには瞑想修行をするために、 世界中から人々が訪れた。1982年8月14日に脳卒中で死去した。集中豪雨の中にもかかわらず彼の死を惜しむ何千人もの人々が葬儀に参列した。ありがとうございます。